今回は元卓球選手の石川佳純さんをご紹介します。前回の動画が好評でしたので第2弾としてお届けしますね。石川さんは1993年2月23日生まれ、山口県山口市出身です。身長157センチ、体重49キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 B から C カップと思われます。石川さんは素朴さと親近感、美しさや色気が絶妙に同居した美女アスリートです。10代の頃は素朴で爽やかなスポーツ美少女という印象でしたが、20代に入るとそのルックスは大きく変貌を遂げていきます。ブラウン系のヘアカラーやピアス、シャープながらもセクシーにぼかしを効かせたアイメイク、コンサバな中に可愛さの光るセンスのいい洋服セレクト、いつの間にかすっかり綺麗なお姉さんになっていましたね。白くキメの細かい肌は相変わらずですが、大人の色気をまとった石川さんには海外からも可愛い、素敵という称賛が寄せられていますね。競技中もしなやかに動く綺麗な太ももや程よい膨らみと揺れを感じさせるバストライン、ちらりと見えるおへそなどにも視線が集まりました。引退を発表した後に開設した YouTube かすみんチャンネルでは、天然で明るくマイペースな性格が持ち味のコメントで人気を博していますね。現役中は感じることの少なかった自然体の石川さんがとても可愛らしいので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。最近ではテレビのトーク番組でめちゃくちゃせっかちな性格と語り、アトラクションを待つのが苦手と明かしていました。そんな石川さんとは楽しく会話しながら遊園地デートを楽しみたくなりますね。仕事上かっちりした洋服からおしゃれな洋服までを着こなす石川さん、スレンダーでスタイルも良く、現役中のユニフォーム姿とは異なる華やかさの中に見え隠れする奥ゆかしいセクシーさが眩しい今日この頃です。また卓球のために覚えたという中国語はかなりの腕前で、中国語を披露した自身の YouTube ではまるで中国の美人女優のようでした。そんな石川さんは小学1年生から卓球を始めます。最初は遊び感覚だったようですが、テンプの際が石川さんを卓球に引き込み、小6の時には大学生を破る活躍で福原愛2世とも言われましたね。以降はオリンピックや世界選手権など名だたる舞台で日本のエースとして活躍、とりわけ東京オリンピックでの女子団体銀メダル獲得での躍動や貢献は記憶に新しいところですね。引退の発表、公式 YouTube、トーク番組やイベントへの出演など新しい活躍を見せる石川佳純さんをこれからも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。